私は、マグロの血合いを塩焼きにしたのが大好き。スーパーの鮮魚売り場で、マグロのアラを見つけると、喜々として手にするんだけど、この間は数パック陳列されていて、どれに血合い部分が多く入ってるか物色していた。すると、70代くらいの品の良さそうなおばさまが隣に来て、今日はアラが多いわね、と声をかけてきた。見かけるといつも買ってるんですけど、これくらいあると選べるからいいですね、と応じたら、あら、お宅も、と嬉しそうに言われた。うちも茹でて猫ちゃんにあげてるのよ。大好きなの。え、いや、うちは、人間が、とは思ったけど、なんとなく言いづらくて、そうですよね、なんて話を合わせてしまった。のが間違いだった。何匹飼ってるの？あ、一匹です。何を飼ってるの？雑種です。茶と白の。あら、うちも茶と白よ。猫の種類、なんだけど。ふかふかのやつですよね。かわいいですよね。飼ってもいない、赤い猫について語らされることになった。一応近所をうろついている野良猫を思い浮かべながら答えたけど、どうやって話を切り上げるか考えている間が勝手に修羅場だった。